にちは、あかちゃんです。今日は質問コーナー久しぶりにやりたいと思います。どんどんチャンネル登録者数も増えてってるので、皆さんのおかげでね、質問も今までよりたくさん詰まってます。なんかこれは僕の気持ちなんですけど、選ぶのが嫌なのでランダムでいきます。みんな平等に質問を選ぶ方法が本当にランダムになるので、ランダムでいきます。460個来てます、ツイッターの方。こちら、お洋服はどこで買ってるんですか？古着屋さんが多いです。原宿とかに撮影で行った時に、帰りに古着屋さん巡りをよくしてて、特に行くお店はフラミンゴっていうお店が多いですね。だから綺麗めな服ってよりも、ちょっと変わった服とか珍しい服とか、オーバーサイズのダボっとしたようなものが好きなので、古着屋さんで選びます。だから特に好きなブランドとかはあまりないです。ディズニーキャラ以外で好きなキャラ教えてください。ディズニーキャラ以外だと、ワーナーブラザーズ？あの、バックスバニーとか、あのアニメがすごく好きだし、ロディも好きだし、かな。まあ、基本的に可愛いもの、外国のアニメが好きです。かっちゃんの名前の由来は、これはいつから言われるようになったっけな、高校生ぐらいからのニックネームです。今は、かつやだし、かつや本名じゃないです。好きなお菓子は何ですか？これもめっちゃハマってるのがあります。こちら。僕が今まで出会ったお菓子で一番美味しいって言っても過言じゃない、本当に。クッキー大好きなんですけど、圧倒的にこのクッキーが美味しい。これコストコに売ってます。アマゾンで売ってたけど、金額が倍ぐらいするので、コストコで買った方が絶対いい。冷蔵庫で冷やして食べる方が美味しいです。ココアクッキーになってて、ダークチョコレート、ホワイトチョコレートが入ってて、こっちはミルクチョコレートになってます。ちょっと高めではあるんですけど、1枚は大きいし満足感があるので、たまに 1枚食べる、そんな感じで僕は食べてます。学生時代の夢は何ですか？中学生の頃に西野カナにハマってて、西野カナの専属ヘアメイクになりたかったです。まさかのそのヘアメイクアーティストさんと面識を持つことができて、なんかたまにインスタライブまで遊びに来てくれてて、なんかもうめちゃくちゃ驚きです。初めて1回セミナー参加して、最近2回目のセミナーあったんですけど、なんかいろいろあって参加できなくなっちゃって、すっごくショックです。だからまた第3弾あればぜひお願いします。甘いものだけで生活できますか？余裕です。むしろ体さえ悪くならなければもう毎日甘いの食べてたいぐらいです。本当に大好きです。もし生まれ変わるなら何になりたいですか？もうね、これ決まってます。答えはチンチラ。チンチラになって、あの、モコモコ、サノス、キョンクマさんが飼ってるペットですね。サノスになって、チンチラの仲間たちと一緒にくっついて寝たい。もうあの、モコモコに囲まれたい。同じサイズで。かっちゃんが一番尊敬してる人は誰ですか？圧倒的にキョンちゃんすぎます。もう毎日会ってて、すごく身近な存在ではあるんですけど、身近にいるのに、もうめちゃくちゃかけ離れてる存在というか、いろんなところを見てても、すごすぎる。すごすぎる。すごすぎる。月の月収っていくらぐらいですか？この質問やばいね。でも多分みんな気になると思うのでお答えしますけど、僕の場合めっちゃ低いです。っていうか、6月とかマイナスでした。僕は YouTube のお金は全部 YouTube に使ってるかな？とか、お手伝いしてくれてるなちちゃん、つむちゃんとか、もうなんかもっといろんなところでお金引かれるし、そんな感じではあるんですけど、いろいろ成長するきっかけとか、人との関わりの大切さとか、そういうところにすごく気づかされてて、大切なことを学べてたりしてるので、すごくやりがいを感じてます。ラストかな、ツイッターから。人生の転機はいつですか？エピソードもあれば、これは、なんかいろんな場面であるな、結構。まあ一番の転機は、仕事が、病気が原因で突然クビになって、クビになった途端、すごく態度が冷たくなって、誰かの元で働くのは嫌だなっていうところの気持ちもあり、まあ一部ね、YouTube 始めたって感じかな？っていうエピソードもあります。それのおかげで僕は YouTube 始めれてるので、全然もうむしろ良かったなって思ってます。今のライフスタイルはもうすごく毎日楽しいし、いろんな刺激をもらえて自分も成長できてるなって感じてます。すごく。続いて YouTube のコメントいきます。 YouTube コメントも400件来てる。406件、だから合計しても800近く。すごい、皆さんありがとうございます。いきます。いつも動画楽しく見てます。ありがとうございます。
現在ディズニーで大人の仮装 OK ハロウィンイベントがありますが、もしかっちゃんさんがディズニーキャラクターのガチ仮装するならどの子にしますか？チップデール？アラジン？キョンクマさんたちと毎年仮装してるんですけど、今年第2回目だったんですけど、最初はもう大好きなデールになりました。写真あるかな？写真ポポポ。あともう一個、今年はドナルドになりました。二つともちょっとガチな方じゃないので、ガチだった場合は擬人化としてやっぱデールかな。テンパって武器ですか、直すべきですか？男性女性では変わってくるとは思いますし、テンパの強さにもよって変わってくるんですけど、小中学生の時はテンパコンプレックスって思う方いるかもしれないんですけど、大学生になるとみんなパーマとかかけ始めたりして、パーマすると髪の毛すっごく痛むんですよ。それとかカラーもできないとかいうデメリットがあるんですけど、テンパだとパーマをかける手間で毎回高いお金払う必要もないし、美容室にも通う必要ないし、髪の毛も傷まないし、カラーもできるしっていうメリットがたくさんあるから、大学生ぐらいになるとすごく周りからいいなって言われるパターンが多くなる。うまく活かしたセットとかうまくやれば僕はいいなとは思ってます。直毛の人だとパーマかけてもすぐに取れるとか、そういう悩みもあるのでね、僕的には素敵だと思うので、自分のありのままで似合う髪型とかをね作るといいんじゃないかなって思います。お酒強いですか？僕ね、お酒飲まないんですよ。僕の考えは、お酒飲むお金があるんだったら、パフェ食べたいとか、スムージー飲みたいとか、タピオカ飲みたいとか、そうなっちゃいます。発想的に。美味しさもわからなくて、強いですかっていうところでは、気持ち悪くなるタイプです。かっちゃんの好きな人のタイプは、僕ね、付き合って、たことないからさ、もう本当にわかんないんですよ。こんな人いいなって思うのは、明るくて何でもすごく楽しむ人です。もし YouTube がなかったら何してましたか？まあ、さっきの話の流れで言うと、美容師突然ダメになったでしょ？多分だけど、僕のお母さんがケーキ屋さんとかパン屋さんを開こうとしてるので、一緒にお手伝いしてたかな？最近ハマってること、圧倒的に、クレーンゲーム。楽しすぎる。もうね、やっぱクレーンゲームの取れた時の嬉しさとか、楽しいけど、あれハマりすぎるとお金すっごくなくなるので、危険だなとは思うんですけど、すごい安いお金で取れたりしちゃうと、なんか景品がめっちゃ可愛いとかやってるから、どんどんぬいぐるみ増えてって困ってます。だけど楽しい。かっちゃんの将来の夢聞きたいです。僕の将来の夢ね、普通のことかもしんないんですけど、子供と一緒にお出かけしたりしたいなっていうのが、もう本当に。あとは、今、周りにいるみんなとずっとこの先も一緒にいたいなっていうのが、僕の将来の夢かな。もっと自分のやりたいことっていうところでいくと、こうやってクリエイティブな活動を今後もずっと続けていけたらなって思ってます。1ヶ月休みが取れるってなったら何しますか？うわ、もうこれ夢すぎる。もう僕ね、ずっと、ずっと休みないんですよ、本当に。絶対 100% 海外に行きます。異世界に触れたい、すごく。多分2回ぐらい行くと思う、1ヶ月の間に。いろんなとこ行きたいなって思います。これは違うんですけど、よく僕、コメント欄で女の子ですかって聞かれること多いんですけど、男女みたいなの聞かれること多いんですけど、まあ男なんですけど、かっちゃんってなんで女の子っぽいのっていう質問。これ多分ね、僕もすごく考えたことあります。まず、僕の育った環境が、お母さん一人に育てられて、おばあちゃんしかいなかった。関係してるかわかんないけど。だから、よく昔からお菓子作りとかもしてたし、折り紙とかなんかそういうことをして育ってきた子供だった。っていうのもあるし、あともう一個すごく深く考えたのもあって、牛乳めっちゃ好きで、1日に1本から2本、すごい小さい時に飲みまくってたんですよ。なんか牛乳、には女性ホルモンが多いらしくて、そういうところから影響が出るらしいみたいなネットの情報も見つつ、育った環境もありつつ、ひげ生えなかったり体毛薄かったり、声高いのももしかしたら影響してるんじゃないかなっていうのとか、女性に多い病気にかかったりとか、あと脳診断っていうのあるんですけど、脳診断ってやるとやっぱ女性脳なんですよ。 90% ぐらい女性脳だったんですよね。で、普通に可愛いものも好きだし、なんだろう、結構そっちに寄ってるよね。僕もなんでだろうってすごく考えるんですけど、今のところそれかなって思ってます。かっちゃん、女の子のカツラつけてみて。これね、女装したいわけじゃなく、カットしようと思ってウィッグ買ったんですけど、結局しなかったものがあるはず。そういえばつけたことなかった。
スノーとか使ったらさ、いい感じになるのかな。インスタ行きます。インスタ144コメントありがとうございます。だから累計1000コメント。チップちゃんを飼ったきっかけは何ですか。これはね、高校生の時に僕の仲良かった友達がハムスター飼いたいって言って、僕も飼いたくなってお話聞いてて、でも一緒に飼う寸前まで行ったんですけど、お母さんにダメって言われて、一人暮らししたので、そのタイミングで初めて飼いました。めっちゃ可愛いです。かっちゃんの意外な特技知りたい。僕の意外な特技はスケートボード、あとはなんかこういうノートとか何でもこういうの回せることぐらいかな。くるくる回すのも結構驚かれるかな。海外に行くならどの国に行きたい。シンガポールかな、今行きたいところ。ドイツも行きたい。ハワイいいね。ハワイ、ハワイってなんかスイーツもショッピングも海もなんか僕の好きなのが詰まってそう。あとあのディズニー、アメリカの大きい方行きたい。かっちゃんが女子だったら付き合いたい理想の男性像って誰。これ面白い質問だね。まあ優しいが大前提、面白い、いろいろ連れて行ってくれる、何か熱中したものを持ってるとか、特技があるとか、そういう系かな。じゃあラスト行きましょう。10年後の自分は何してると思う。いや、これ難しいかもしんない。10年後の僕どうなってるのかな。ワクワクすること、クリエイティブなことは絶対に好きだから、そういうことはやってるし、何かしらに挑戦はしてると思う。挑戦はしてるけど、安定も求めないといけないとは思うし、それこそパン屋さんかも。ここに来てさっきのパン屋さんかも。お母さんのお店手伝ったりしてるかもしんないなっていう可能性、本当に割と高いかも。そんな感じだと思います。わかんないです。っていう感じで、皆さん約1000件のコメント、たくさんのコメントありがとうございます。すごいね本当に。でもね、パート見た感じ、今答えた質問と似たような質問もたくさんあったので、みんなの疑問に思ってるところも答えれたんじゃないかなって思います。今15万人でしょ。20万人、30万人とか50万人とかもし行ったら、その時にね、またやりたいなとも思います。よければまた次の質問コーナーしてる時も見ててくれると嬉しいなって思います。でもね、すごく面白い質問もたくさんあって、考えさせられたり思い返したりしたり、なんかよかったです。よければインスタとかツイッターもやってるので、そちらにもね、なんか僕の好きな感じを発信したり、インスタではよくライブ配信とかもやってるので、よければそちらもぜひ遊びに来てください。皆さん、たくさんの質問ありがとうございました。バイバーイ。